あ、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。なんか、うん、まあ、コーチングもう5年教えてきてですね、はいはい、で結構一時期はなんかその技術のことをすごいこう教えて、うん、まあ、その臨場感どうやって作るかとか、うん、そのポジションチェンジのうまいやり方とかなんかやってたんですけど、はい、そもそもなんか平本さんから最初に習ったことって何だったかって言ったら、その要は、まあ、あの時はその、クライアントの夢の第一番目の信者って言ってくれましたけど、はい、そのなんか本当に夢って叶えられるんだとか、夢って見つかるんだとかって、うん、どれだけ信じるかが大切みたいなのが、はい、自分のコーチングのなんか原点だったなと思って、はい、でその時にもう一回、じゃあなんか我々が信じてることとか大切にしてることって何なんだろうと思ったら、うん、結構なんかアドラーに行き始めて、はいはい、でそれを結構今教えてるんですね、はいはい、でそもそもなんですけど、うん、その平本さんもよく言ってくれる、その自分が好き、人は信頼できる、で私は貢献できる、はい、このなんか幸せの3つの条件だし、うん、それがこう共同体感覚って名前がついてるじゃないですか、はいはい、これやっぱすごいことだなと思って、はい、うん、っていうのはなんか共同体感覚っていうと、そもそもなんかやっぱり我々は現実のその人間関係の中で生きてるぞっていう感じで、うん、やっぱその中で自分のことがちゃんと好きだと思えるとか、人は信頼できるとか、うん、私は貢献できるとか、うん、なんかそういうふうに感じられることを、現実のその共同体の中でこう感じられることが幸せなんだって言ってること自体がやっぱりすごいなと、はい、でやっぱこれがあるから、うん、なんかその家庭でもそれから会社でも、うん、はい、あ本当になんか自分っていいなとか、はいはい、でも人っていいなと思うから、こう協力し合いながら、うん、なんか現実の世界で結果出していくっていう、うん、なんか我々がやっぱりその自分らしくでもやっぱりチェンジザワールドとか現実変えていこうっていうのって、うん、なんか共同体感覚なんじゃないかなと思って、最近はかなりこれをしつこく言ってますと、はいはい、っていうのがあるんですよね、うん、で特になんかまあ、3つともすごいんですけど、うん、そのやっぱり自分のどんな側面でも自分が好きだって言えることで、であとはやっぱり人のことだって、うん、この人やっぱり信頼に値するよねとか協力できるよねとか、うん、こう思えて、でちゃんとなんかお互いに貢献し合える、うん、役立ち合えるっていうのがなんかいい社会を作っていくし、幸せな人生を作っていくんだっていう、なんか人間観とか幸福感が我々のコーチングを作ってるなと、うん、まあ、しみじみ思ったっていうことなんですけどね、はいはいはい、でなんかこういうことを我々はやるんだよと、だからクライアントさんがなんかその言うこと聞かないやつがいるからね、うん、なんか無理やりその説得したいんだとか、言うこと聞かせたいんだとか、うん、女房が本当にダメだから、なんとか性格変えさせたいんだとか、うん、なんかあと、とにかくうちの会社だけ売上が上がればよくて、はい、とか、あと自分だけ利益が出ればいいから、とにかく部下にヘトヘトになるまで仕事させたいみたいなことを感じた時に、うん、一応そうだよね、それやりたいよねとは言うんだけど、うん、でもなんかその中で本当にその自分のことも好きになれて、人のことも信頼できて、お互いに役に立てる方向性って何だろうっていうのを探したいのがチームフローコーチですよねとかって言うと、みんな確かにそうだって感じなんですよね、うん、でこれ言わないとやっぱりなんかクライアントのそのなんていうのかな、持ってきたテーマをただその売り上げ上げたいですとか、うん、女房に言うこと聞かせたいですとか、なんか子供を勉強させたいですとか、うん、なんかそういうのがそのまんまコーチングのテーマになっちゃうっていうのは、なんか自分たちがやりたいことじゃないなということを今しつこく話してますと。例えば、うん、売り上げを上げたい、うん、まあこういうわけじゃなくて、まあこういうのも大事だけど、うんうん、現実問題、うんうん、数字上がんないときついから、はいはい、うんうん、上げたいっていう人が来た場合は、いいと思うんですよね、うん、でただその数字上がるっていうのが何のためなのか、うん、で数字上がる中でやっぱり、うん、何のために数字上げてるのか分かんなくて、で、うん、やってて自分もヘトヘトになるし、そんなことやってる自分に肯定感持てないっていうような未来があるんだったら、うんうん、そもそも何のために数字上げたいんですかはやっぱり聞いてあげたいってことなんですよね、うんうん、なんかダイエットもなんかいくらしても自分のことがこう好きになれないようなダイエットだと、そもそもなんか多分やっても幸せになれないんじゃないかなと思うんですよね。だからその常に目的を聞きたい、まあ後で目的論の話も出てくるんですけど、うん、目的聞きたいし、うん、そのなんか目的の中にはやっぱり結果出したりとか、それから行動したことによって、あ、なんか自分っていいよねとか、うん、なんかこういうのって大切だよねってやっぱり思えたり、うん、であとは人間関係が絡むんだったら、なんかあいつ悪いやつだから言うこと聞かせるとか、もう排除するとかじゃなくって、なんかあ、こういういい部分もあるよねとか、うん、お互い助け合えるよねがあった方が幸せになれるんじゃないか、うん、なんか全部10点満点に上がらなくてもいいと思うんですけど、うん、例えば、うん、なるほど、確かに理想としては素晴らしいけど、うんうんうん、結構難しいですよねって、はい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 、なりますよね、なかなかできないですよねって言われると、なかなかできないですよねって言われると
あのそれも含めてあのそうだなって思うってことで、ここもすごいなんか多分あのうちのコーチングであの大切なことで、あの例えばなんかクラスでね、あのコーチになりたいっていう人にその幸福の3条件大切なの分かりましたと、確かにこれあると幸せですよねと、でも私は人のこと全然信頼できないんですと、でなんかそんな私はコーチになれませんかっていう人がいて、であのその時に僕がなんかその人と話して、あの一緒にそうだねって言ったのは、あの人が信頼できないっていうのはきっとなんか理由があるよねと、で、あのなんかこれまですごい人のことを信じたけど、あの裏切られたとか、なんか、そういうシーンを見てしまったとかっていうのがあって、だって生まれた時から本当になんか周りの人とサポートし合えたりとか、いいとこ認め合えたらなんか人信頼できないなんて思えないはずで、だからあの前アドラーの言う勇気がくじかれたんだねと、で、あのその時になんかそれでまたそういう私ダメですかってやると自分が好きも減っちゃうからとにかくあの自分のいろんな側面をその受け入れてあげましょうと、だからあの、まあ、私あの勇気がくじかれたってすごい便利な言い方だなと思うんですけど、あの本当に子供の頃から自分が好きで人は信頼できて私は役に立てるって体験しかなかったら、もうこれって当たり前の感覚だと思うんですけど、なかなかそうじゃない人も多いから、だから分かってるけど難しいよねって言ってくれるのはすごい嬉しい感じはして、じゃあそこも含めて OK だと、はい、OK です、まあ、あの人が信頼できないとか、ちょっと自分のことあんま好きになれないのも含めて、まずはいいんじゃないの、そうですね、であとはあのこれもその、まあ、アドラかどうか別にしてなんですけど、やっぱり全部スケーリングでこう考えるってやっぱり役に立つ考えだなと思って、で自分が好きも好きか嫌いかだと、あ好きって言えない人も多いんだけど、まあ3点好きだったら3点分 OK だし、で4点になれる方向が見つかっていけばいいよねみたいな、なんかこう緩やかに少しずつ成長したりとか、少しずつこう変化を作っていくっていうことでいいんじゃないかもなんかあるんですよね。でだからもうそれこそアドラー派の言うその、もう何ですかその過去の、全人類から未来の全人類とか、もう、宇宙の歴史上の全存在を前にした時に、あの自分が好き人は信頼できる私を貢献できるって言えなかったとしても、まあ、少なくともなんか、クライアントさんとの間では言えるなとか、家族とは言えるなとか、会社では言えるなとか、会社でも5点分は自分が好きだって言えるなとか、なんかそこに目を向けていくっていうのができるといいんじゃないかなと、はい、例えば、まあ、コーチとして、はい、この3つはもう本当にその通りで、これに基づいてコーチングしたいですと、これはそのコーチが経営者いて、いやこれが大事なんですって言ってもなかなか経営者分かってくれない方もいらっしゃるんですっていう場合は、そうですね、あのなんか分かってちょっと分かんないんですけど、その分かってくれないんですと言われた時に、なんか分からないからあのこの人はあのダメだとか説得しなきゃなるなるほど、やっぱりちょっと苦しいだろうなと、これを説得するわけじゃなくて、説得するのはちょっとやっぱりあの違うんじゃないかなと思って、でなんかやっぱり、コーチの立場としたら、その自分はこの考えを持ってるで、なんかちょっとこの後の認知論のとこも絡むんですけど、これって要は我々の思い込みというか、こうなったら幸せになれるんじゃないかという思い込みに過ぎないので、相手の人が違うことを考えても全然 OK ですと、であのただ私はこの考え方が好きだし大切にします、で、ただこの人違う考え方を持ってるとはいえ、あの信頼できない人じゃなくって、なんか多分協力ができたりとか、それから私もこの人の役に立てるだろうと思って関わりますと、でその時にこの人の価値観は何だろうとか、この人のスタイルは何だろうって、やっぱりその経営者の人のことを見てもらいたくって、であのそういうどういう部分が本当にこの人の素晴らしいとこなのかな、でそれを探して、あのそれをまあ気がついてもらうとか、私メッセージで返していくとかっていうことをあのやればいいなと思うし、でそういうふうになんか関わってくれる人が自分のいいところを見つけて、ですごいいいなって言ってくれるコーチが出てくることで、その経営者の人はなんか自分も見てもらったから、人のこともなんかいいところを見るとかっていうことがこう連鎖していくんじゃないかなと。いやこれはあの説得したり押し付けるもんではなくて、はい、自分が大事にしていきたい、はい、そうですね、でなんか少しずつ実践ができるといいなと思って、そういう意味でもなんか、このことに対する理解が深まるとコミュニケーションが変わっていくんじゃないかなと思うんですよね、でなんかそういう例えば幸せ幸福ってこういうものですって言ってても、でもあの今平松さんにも今いくつか言ってもらったんですけど、その
やでもこういうのって確かにそうかもしれないけど、うん、自分には無理ですと、うん、とかうちの会社はそんなあの信頼なんかできないしあの殺伐としてるしみんな自分だけ良ければいいと思ってるしとか あと私は能力が低いから貢献できませんとか、うん、あのやっぱりそういうことを言う人たちもいて、うん、でその人たちってやっぱりあのなんていうのかなある種まあ、いくつか理由はあると思うんですけど一つはあのなんか環境がこうだからとかそれからこれまでの過去の経緯がこうだからだからもう自分には無理ですって諦めちゃってたりとか あとはなんか未来すごい時間あのすごい近視眼的というか短い時間の中でなんか、あれができないとかあのこの程度しかできないと思ってるのかもしれなくてあの要は過去関係なく未来のことをあの時間軸伸ばして考えたら実はいろんなことができるのかもしれないっていう観点がちょっと足りないのかなとその時になんかあえてやっぱり強調したいことだしなんか、コーチが大切にしたいことがみんな人生の主人公なんだよとで今はでそこに行く前に、うんはいはいまあ、一つはじゃあ、うん、過去とか、うん環境で、うん、ああ難しいって思っちゃってるだけで、はいうんうんそれに左右される必要がないっていうのと、うんうん、未来といっても今目の前の未来考えちゃうと近視眼的になっちゃうから、うんうん、もっと大きい視点を持ちましょうと、うんまあ、そこが大事だってことですね。なんかどうもあのこれ最近聞いた話で、うん、あの人間ってこう過去のことを冷静に見たらその結構自分が変化してきた成長してきたっていうことは捉えられるんだけど、うん、でも未来どれだけ自分が変化成長していくのかって考えたら、うん、そこはあんまり考えにくい性質があるっていうなんか研究結果があるって聞いて、でもなんかちょっと確かに分かるのはなんか大人になっちゃったら自分がこれからどんどん成長していくっていう実感って持ちにくいのかもしれないんですよね。そうすると今ある種上がり でこの状態でできてなかったらもう一生できないみたいに思っちゃうとかであとはあのやっぱりあれじゃないですかその今の会社もどう変わっていくかも分からないしで他にどんな会社が本当にあってそこ行ったら何ができるのかも分からないっていうあの状態の中ですごい狭い視野であのうちではもう無理ですとか私には無理ですとかって言っちゃってるのかなと思うんですよね。であのその時にまあこれもちょっと変わった考え方なんですけどあのみんな人生の主人公だよとだから本当にやりたいと思うことがあったらそのすぐはならないかもしれないけど、うん、5年10年かけたら、うん、あのいろんなことができるんじゃないかと、うん、あのいうふうに我々が信じて少し広い視野でその人のことを見てみる、うん、その過去すごい成長してきたことも知りたいなと思うし、うん、それからこれからどんなふうに成長したりとかどんなふうにその新しい人生を作っていくのか周りの人にいい影響を与えていくのかも知りたいなと思って我々が関わっていくとクライアントさんが変わるし、うん、でクライアントさんもそうか俺もしかしたら人生の主人公なのかもしれないなとなんかこれはコーチが自分の人生の主人公だっていうこと、はい、それともクライアントがそうだっていうことそれともコーチがクライアントを見るときにこう見るっていうこと簡単に説明をすると、うん、まずなんか僕はこの共同体感覚人生の主人公認知論目的論全体論仮説検証って、まあ、あのどれも考え方に過ぎない、うん、あのだと思うんですね、うん、であのこういう考え方を持つと、うん、でも人生って変わりますよねと、うん、要は共同体感覚って大切で少しずつでもいいからあのこの3つ上げていきましょうねと、うん、で今どんな状態であれ実は過去もすごいリソースいっぱいあるし成長したし未来もあの可能性あるよって考え方を持つと人生変わるよねこの後認知の目的論こういう考え方を持つと人生変わるよねっていうのがなんかコーチングコミュニケーション以前に、うん、とかコーチングのスキル以前に、うん、なんか人生に関する教えかなと思っててそういう意味ではなんか、まず個人がこういう考え方を持ちましょうと、はいはい、であのこういう考え方を持って生きてみたら何が起こるかっていうことを体験してみましょう、まあ、セルフコーチングじゃないのかもしれないですけ どそういう感じでこの考え方を自分の人生に使ってみるでいいなと思ったら、うん、こういうことがまあ事実じゃないけど私はこれを信じているという前提で人とコミュニケーションを取ってみるそうすると自分にとっての幸せはこれだけどきっとクライアントさんにとっての幸せもこれに違いないからこれを探そう、うん、あの自分も人生の主人公だけどクライアントさんもきっと人生の主人公だからと思うとクライアントさんにもなんか普通の人ってあれですもんねあの人生の主人公だと思って扱われたことがほとんどないはずなので、うん、
なんかそれこそリッツカールトン の, あのお客様は紳士淑女ですっていうのを本当に信じてるそのホテルマンが関わってくれると、なんかちょっと紳士淑女になったような気持ちになるのと同じで、なんかそういうふうにコーチが人生の主人公だと思って関わってくれると、あれあれ私も人生の主人公なのかなと思ってき始める、それがなんかコーチングの原点なのかなって感じなんですよね。いや、これはまあコーチとかコーチング、チームのコーチがもちろんのこと、あのまあ幸せになりたかったらこういう順番でこういうことを考えたらなるよっていう。そうですね、なんかあの人生をあの変えるとか作るなんかアドラーの教えみたいな感じだなと思って捉えてる、ね、アドラーの幸せになる教えっていうのをまとめるとこんな感じ。そうですね、その時に、まあ、自分自身が共同体感覚を大事にしつつ、人生の主人公だと思って生きたとしたら、関わった相手もそういうふうに見えてしまうし、相手も幸せになってしまう。そうなんです ね、だと思います。この現状100点未来の、はいはい、そうですよね。これはあの平本さんに教えてもらったというか、あの私がコーチングしながらとか教えながら、なんかこう捉えるといいなと思ったんですけど、実際にその人生の主人公、ヒーロー、ヒロインだってで相手のことを見ても、とかあと自分のことを見ても、実践上はというか実際上はそのでもすごくこう落ち込んでたり、自分のことを責めてたりとか、あの人のことを責めてたりとかってすることがあるわけですよね。そうするとなんかあの自分のことを責めたり人のことを責めると、やっぱりこんな私は人生の主人公じゃないって思っちゃうんですよね。でその時に、いやいや主人公だって、そのまあ例えばヒーローものだとしてもね、あの怪獣にやられたらやっぱり俺ダメだと思って悩んで赤ちょうちんで愚痴ることもあるかもしれないし、なんでうちの司令官はね俺のことばっかり戦いに行かせるんだって、人のこと文句言うこともあるかもしれないし、あの要はそういうことがあるからといって、じゃあその人はヒーローじゃないのとか、またこれから成長してってもっと人の役に立てないのって言ったら、いやそれはあるでしょと、しかもなんかそのまあ平本さんもよく言ってくれることですけど、そういうそのネガティブな体験だとか辛かったこととか、あの人を責めたり自分を責めたりしたことがあったからこそ、未来にはもっとなんかそれが成長の糧になるとかっていうこともあるじゃないかと。だからあの実は100点って採点するのも変な話なんですけど、何が起こっててもあの当たり前だし OK だし、であともう一個なんかこのことに関して言ってるのは、そのやっぱりみんなもっと気がついた方がいいというか、あのと僕が思ってることは、その誰も生きたことがない人生を一人一人が生きてるんじゃないかということなんですよね。その70億人いて、で誰も生きたことない人生を、で全部手取り足取り面倒見てもらったかっていうと、そうじゃなくて、やっぱり自分なりに工夫したり苦しんだり悩んだりしてきた。だからなんか今うまく本当に、まあ、納得のいくように生きられてないとか、みんなから褒められるように生きられてなかったとしても、なんか精一杯やってきたよねと、でそこをやっぱり見て、でだからあのみんな別にあのなんか減点されるような対象じゃないし、一生懸命生きてきたし、人のこと責めてても自分のこと責めてても OK で、ただそれがじゃあずっと続くかっていうと続かなくって、未来は本当にいろんな可能性があるんだよと、あのいうふうにあの見て、でだからどんな状態でも主人公だし、で未来は本当にあのクライアントもそれからコーチも想像したことがないぐらい大きな可能性があるんじゃないかというふうに見ると、なんか自分の人生も相手の人生も変わるんじゃないかなと。なるほど。例えばこれはまあ考え方としては確かに素晴らしいんだけど、もう今日もちょっと仕事でミスしちゃいましたとか、あれがまだできてないんですって、だからちょっと100点はつけられないんですって言ってる人に、なんて、はい、どうもこの点の100点はなんかそこじゃないですよね。そうですね。今日の仕事の出来とか、人間関係とか、はい、何の点数ですかこの100って、なんかあのどうなんですかね。ちょっと私もその何の100なのかがあの悩むとこなんですけど、でも実践上例えば、いや自分に100点つけられませんって言ったら、あのそれも全然 OK なんですよね。であの何点だと思います、50点ですと、であのそれでもなんか50点できてるっていうところでも別に OK だし、であの50点だって言ってちょっと奇弁っぽいんですけど、50点だって言ってることはやっぱりその100点でありたいと願ってる、でそういうことも含めて素晴らしいねと、であの CTI が言うそのパーフェクトじゃなくてホールなんだっていう言い方をしますけど、あのそれに近いんですよね。だからなんか減点法で考えるような存在じゃなくて、なんであれオールオッケーっていう感じなんですよね。あの悩んでてもオッケーと、であのまあそういう言い方でもいいんですけど、あの100点だって言われるとこうみんな100点ってどういうことなんだろうってこう考えたりとか、50点でも100点ってどういうことなんだろうとこう考えてくれるので、ちょっとわざわざ100点って言ってるに近くって、
そうですね、そもそも点数はつけられないっていう感じなんですよね。なんか今の話聞いててやっぱ感じるのは、うん、生まれてから今、うん、この瞬間の年齢までは、うん、必ず何かの道を歩いてきたと、うんうん、それが高速道路もあれば、うん、あぜ道もあれば、うん、爽やかな春風もあれば、うん、あの暴風雨の中もあって、うんうん、いずれにしろここまで来たよねと、うんうん、いうことですよね、うん、そうだと思います。そして先にもまたあると、道が。いや本当にそうで、あのそれこそあの平本さんがたまにかけてくれるあの桜井さんの曲で、うん、あのよく来たねっていろいろあったんじゃないっていうのがありますけど、本当にそういう感じなんですよね、うん、あのここまでいろいろあったんだろうしたら分かんないけどよく来たねって。 であとやっぱりこれがもう一個なんか僕が好きなのは、あの実は人生の主人公っていうのと横の関係ってなんかすごく関係がある気がしてて、はい、あの要は、横の関係のなんかある種の説明の一つに、こうそれまでそれぞれ頑張ってきた人生の主人公同士が年齢とか仕事とか立場とかを超えてなんかお互いにあのいろいろあったねと、でどんなとこ行くのとかこう言いながら応援し合いながら、でまあしばらく一緒に進んだりまた別々になったりとかっていう感じで、なんかコーチが自分のことも捉えられたりとかクライアントさんのことを捉えたりとかってすると、やっぱりクライアントさんもあ本当に主人公なんだなと思うのかなと。でそれ聞いてやっぱ感じたのは、いや僕は全然自分の人生の主人公じゃなかったですと、普通で、まあ学校に言われたように勉強して会社入って上司のようにやってきて、まあね親の言う通りやってきて、あんまりそうではなかったですって言うかもしれないけど、その中で実はいろんなチョイスがあって、あなたは気づいてないだけで、みんな実は全部自分で選んできて、で、上司の言う通りするか上司の言う通りしないかで上司の言う通りしたっていうのを自分で選んできて、そして明日同じチョイスもできるし、ちょっと自分なりのオリジナルのを出してもいいし、実は気づいてないだけでみんな自分で選んできてますよね。そうですね。どうですかね。なんか本当にそうで、なんかそのことをやっぱりより意識的にその扱っ言ってクライアントさんとその一緒にそのことを触れられると、でじゃあ自分はそのどうしてその現状100点の考え方から言っても別にそれは素晴らしいやり方で上司の言うことを聞くとか言われた通りにする、でどうしてそれをしてたのか、でその奥にある意図とかで本当に大切にしたいことに迫りながら、じゃあもっとどう生きていくのがいいんだろうってあのできるといいなって、ひょっとしたら言いなりになってたと思い込んでただけで、実はそれは思い込みで言ったことに対してどこかでなるほどと思ったことがあって、いろんなチョイスの中でそれを選んでたということですね。そうですね。なのでなんかそうなんです、だからそこも含めて考えるともうやっぱりみんな主人公だって話になって、あの主人公でないですっていうのはもう嘘つきなだけで、主人公だったということしかない。そうですね。なんかだからすごくこう自由意志でやっぱりあのやってきたと見なすし、で要はあのやっぱりまあ自由意志じゃなくて反応的にしちゃってた部分とかもあるのかもしれないけど、でもやっぱり自由意志でやってきたところを見たいし、で反応だったとしてもその奥にある価値観が見たいし、でじゃあそれをもっとどうやって意識してコントロールして幸せ作っていくのかとか、あのみんなと一緒に生きていくのかとかっていうことをあの考えたいっていうことなんですよね。はい。で、まあこんな風に、共同体感覚っていうのが幸せの姿だし、で、はい、自分は人生の主人公でこれまでもいろいろやってきたし、で未来もっとそれコントロールしてこの幸せを作っていけるんだとっていう時に、はい、あのやっぱりなんか、もう一つなんか一緒に考えたいことっていうのが、あのまあこういうことに触れただけでもその考え方って変わるんですけど、その人生に対する考え方がやっぱり人生を作ってるんだっていうことを、あのもう一回よく考えてみたいってことなんですよね。で、あの要はクライアントさんが自分は人生の主人公だと思えば工夫が始まるし、いや私はなんか、運命の奴隷に過ぎないんだとこう思ってると、やっぱりあのどうして自由意志でやってる部分もそう見えなくなっちゃうし、自由意志の部分が増えなくなるから、やっぱりなんか自分の考え方が変わると人生が変わるんだっていうのはあのすごく強調したいなというふうに思うんです。で、あのその時に考え方が変わるってどういうことなのかなと、あの考えてた時に、あの
体験、何かの体験をすると、うん、まあ、それを解釈して、はい、で、あの考え方ができますと、うん、例えば何か自分が女性と付き合って、で、あのその女性との間で、すごくなんか悲しい別れ方とかをしてすごく辛かったりすると、女性と付き合うの大変だとか、あの自分は女性とうまくいかないとかってこう解釈しちゃう、うん、でやっぱり仕事会社に行って、で会社で上司に怒鳴られ続けながら、本当にお前は役に、あ、僕の例ばっかりですけど本当にお前役に立たないやつだなとか言われ続けると、自分は本当に役立たずなんだとか、あのっていうふうに思っちゃって、で人生の主人公だとか、それから人は信頼できるとか貢献できるってこう思いづらくなっちゃう、うん、でも逆に言うと、うん、ただそれだけなんだなと、でそれだけっていう、それだけっていうのは、あの要は体験がを解釈した結果、うん、何かその自分の認知、思い込みができてるっていうだけで、うん、何か体験が変わるとか体験の解釈が変わるっていうことがあれば、うん、実は考え方って変わっていくんじゃないかなと。どっちも変えうる、体験を変えることもできれば、はい、解釈を変えることだと思います。それでだからなんかその地方で講演会とかやってる時に、うん、あのよく言ってるのは、まあ、コーチング受けても受けなくてもどっちでもいいんですけど、うん、あのいろんな種類の体験はした方がいいですよ。体験を増やす、はい、うん、あの要はいろんな人と出会って、うん、で、いろんな場所でいろんな時間を過ごしていろんなものを食べて、うん、っていうことをする中で、あのなんか自分の人生に何が楽しいんだろうかとか、うん、何がもっとどんな時間が取れたらいいんだろうって考えていったら、あ、そうか、自分ってもっとみんなと一緒にいたいんだとか、うん、自分ってなんか自然の中にいたいんだとか、自分ってもっとチャレンジしてみたいんだとか、うん、なんかそういう自分の方向性が見つかってきて、でそうすると人生の主人公になってくるとかできてくるんじゃないかなと。でなのでなんかいろんな体験をするし、それをいろんな角度から考えてみるっていうことは、実は自分の人生を作る上ではすごい大切なんじゃないかなと思うんですよね。体験の数を増やすと、なるほど、分かったんで、うん、解釈変えるってこと、うん、そうですね、あの、まあ、ちょっとそのことは、この後、うん、あの少し、別の形で説明するんでいいですか、うん、すいません、うん、はい、あのでもうちょっと素材があった方がしやすいので、はいはい、であのでその時にですね、うん、なんか、思った、よくこれも言ってる話なんですけど、うん、あの実はほとんど我々は世の中のことを知らないよねっていう、うん、あの話をしてて、はいはい、であのほらトマベッチさんとかは、はい、あのスコトマだって盲点だと、はいはい、であのその外側にあることは気がつかないって言って、はい、あのコンフォートゾーンってやるわけなんですけど、はい、あのなんかあの見え方はちょっともったいないなと、はい、要はなんか盲点があってそれ以外見えてますとか、はい、ここだけがあの、まあ、ここが、コンフォートゾーンで、で、はい、こっち側はなんか分かりません、はい、で実態は盲点じゃなくて盲面だっていうのが盲面って言うと盲点っていうのはこう全部、はいはい、全部見えてる中でここだけ見えてないが盲点なんですけど、はいはい、あのもしかしたら世の中でここしか見えてなくて、うん、ほとんどの面は見えてない、だからこっち側が見えてない、この面全体が見えてなくてここしか見えてなくて、はい、でここからこう世界を覗いたり、ここから自分自身を覗いて自分はこんな人間だとか言ってんじゃないかなと、うんうん、でその例でよく話すのが、うん、その、70億人人がいてどれだけの人に会ったことがあるかなっていうと、まあ、ほとんど会ったことがないし、195カ国あってでどれだけ行ったことがあるかなとか、そのどれだけの地域に行ったことがあるかなって言ったらほとんど行ってない、うん、でなのにあのなんか私がやりたいのはこうだとか、私はこんな存在だとかって、まあ、言っちゃう、だからほとんどのこと知らなくて、ごく一部からだけでやりたいことがあるとかないとか、これが自分だとかってこう思い込んでしまうっていうのがもったいなくて、あの、うん、やっぱりみんなこう言うと確かにそうだなって思ってくれるんですけど、うん、例えば海外行ったりするとびっくりするこう価値観とか、うん、習慣とかと出会って、ね、で、あ、こういうのいいなとか嫌だなとかって出てくる、そうすると絶対新しい体験をしたら新しい人生の指針ができてくるはずなのに、うん、やっぱそこがなかなかあの生まれないのは、うん、あのもったいないなと、うん、でだからいろんな種類のなんか情報を増やしましょうとか、それから体験を増やしましょう、であのそのことからなんか自分の人生のヒントを得たらどうですかというのを、まあ、お勧めしているって感じなんですよね。情報って例えばネットでずっと家でこもって情報を得るだけでもいいのか、やっぱそれじゃちょっと足りない、その情報って言った時にその出てくるのが、体験なんだと思うんですよね。体験、はい、で情報と体験どう違う、はい、で情報でもいいんですよね、うん、あのここにこういう人が住んでるとかなんとか、うん、その知識としての情報もいいんですけど、うん、そのなんか
この認知とかビリーフとかって言われるものが、その要は世の中こうなってるとか、それから、自分はこんな存在だとか、こういうのが幸せだとか、こういうの楽しいとか、こういうの嫌だとか、何でもいいんですけど、その人間にとって認知がどうやってできるかなってこう考えていった時に、結局認知って体験からできるんだなっていうことなんですよね。認知ってなんかこうビリーフとか思い込みみたいな、ね、はい、信念みたいな、はい、そうですね、はいはい、ビリーフ、信念、セルフイメージ、はいはい、価値観が何からできるかって言ったら、うん、その基本的には体験からできると思ってるんですよ。要は何かを見たり聞いたり感じたりして、で自分のこう感情が動く、で感情が動いた時にそれがいい感情だったらもっとそれをしたいから、それに関して何かビリーフができる、でそれが嫌な感情だったらそれを避けたいから、それに関してビリーフができる。こういうふうに単純に考えると、その体験がそのある種価値観を作ってくれると思うので、だからそのイタリアの写真見てて、で、あ、なんかこれ景色良さそうだなとか、この建物良さそうだなももちろんいいんだけど、その時にはちょっとやっぱり疑似体験がそこにあるはずで、その視覚情報とかで、あの文字情報でもそこからこう空想してそれがいいなと思えれば、あのそこの中に疑似体験があって、そこから学ぶかもしれないんですよね。だからネットも別に全然否定はしなくって、ただなるべくその五感体験をするとか、で五感を体験した方がいい理由は、五感体験した時に、うん、あのとかそれに近い体験した時にやっぱり感情が動くの でやっぱりその感情が動いた時に、あの脳が新しい認知を作る、うん、あのあこれやっぱりやりたいなとか大切だなとか、心が動くし、それが脳に刻まれる、まあその海馬が動いた時に記憶が入るみたいな話ですけど、はい、感情が動くことがすごく大事ですね。感情があの動くような体験がやっぱりできるといいんだろうなと。だからこそ五感体験、五感体験をするといいなと、まあ、思ってますと、うん、でただじゃ あの情報を増やすとか体験を増やすとかっていうことなんですけど、そのなんか人生を変えるためにはなんかうまくいってない原因を追求して潰さなきゃいけないっていう、まあその機械論的な考えだったりとか、それからまあフロイトもそうなのかもしれませんけど、要はそのこの盲点、あ、まあ、もうこの1点だけが見えてて、あと全然見えてないと、で人生うまくいってないっていう時に、なんかその何が悪いのかをもっと徹底して、うん、あの考えた方がいいよと、うん、であのそうすることによってなんか人生変えるヒントが見つかるからと、うん、まあそれも実は情報を増やして、うん、で新しい思い込みはこれが悪かった、これを直さなきゃいけないんだっていう新しい認知を持って、であの変えていきましょうっていうことなんですけど、うん、なんかそういう人生の変え方はあんまりおすすめじゃないよっていうのを、あの、まあ、目的論だから当たり前なんですけど言ってますと、例えばこう大学受験失敗しました、うん、はいはいはい、一浪した時に何が悪かったかって言ったら、やっぱり数学がダメだった、はい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 、で数学の何が苦手か弱点とか弱いところを見つけてを改善すると受かったりするじゃないですか、うん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 、まあね、例えば受験だったりすると、はいはい、まあ、仕事も多分そうですよね、うんうん、できてないところをちょっと直すと良くなると、うんうんうん、これは原因論ですよね、はい、で人間が幸せになるのに目的論がいいってのはこれとちょっとどう関連して、実はなんですけど、これもあの、目的論をなんか強調しすぎると、うんうん、あのみんな、原因論イコール悪みたいに なりがちなんですけど、私はなんか目的論のない原因論はもったいないな。なるほど、目的論のない原因論はもったいない。それからもう一個は原因論をやりすぎて、結局でも自分責めたり人責めたりして、その幸せの感覚が落ちるとか、はい、それからあとはなんか自分のステイと心の状態が悪くなってパフォーマンスが下がるとかは結局もったいないから。確かにありますね、受験でも苦手な教科ばっしっかりやるとだんだん受験嫌いになって大学なんか行かなくていい、仕事でも他できてるのに、そうです、ね、ここだけできてないところを毎日やってるうちにだんだん仕事嫌いになって出社拒否したくなるとか、ね、はい、なのでその数学の中でも、まあ、これも平本さん教えてくれますけど、そのできてるところに着目してそれを増やしていくみたいな、そのアプローチもありなのに、まあ、なんか本当にここができてない、なんでできてないんだろう、でどうして俺はこれができないんだろう、何が悪いんだろう、あんまり遡りすぎるともったいないなと。原因論が悪いわけじゃなくて、はい、目的論を前提にしつつ原因論も使えばいい、うん、そうですよね。でなんか数学がとにかくできないから直さなきゃいけないと思ってるんだけど、なんかでも本当に大学で何やりたいのとか将来何やりたいのって目的論に言ったら、実は数学そんなに頑張んなくてもよかったとかっていうこともゼロではないと思うので、だからあのそうですね、
原因に関する情報を増やすよりもまずは目的に関して情報を増やして、でただ目的に向かって進んでいくときに何かその何が起こっているのかを知る、で、改善点見つけるっていう原因論は私はなしではないと思っています。はい、でただやっぱりまあこれはもちろん平本さんもそうだと思うし平本さんに習ったことですけど、そのほとんどの人はそもそも自分の人生の目的って何って言われても、うん、ちょっとわからないってこう言う、まあ、考えてないですよね。言っちゃうんですよね。目的何って言われても、はいはい、考えたことない、はい、ですよね。はい、で、でも本当でも不思議なんですよね。なんでみんな考えないんだろうと思うんですけど、そういう発想がやっぱりそもそもないみたいで、だからこそその目的何目的何ってしつこく聞き続けることが大切で、うん、でなんかこれがそのコーチングのスキルを超えてる考え方、人生を幸せにする考え方だっていうのはなんか。例えば、企業でコーチングやりたいっていうビジネスパーソンに、どうしたら目的引き出せるんですか、目的論大切なの分かりましたと、部下の目的引き出してあげたいですと、でどうしたら目的を見つけてあげられるんですかって聞かれた時に、技術はあるんだけど、それよりもどうしたいのとか何が大事なのってしつこく聞いてあげてくださいと、技術よりもなんかここが大切なんだという意識があれば何か見つかっていくし、でだから目的見つけたいんだっていうのはすごい持ってもらいたいなと。で目的見つかんない人はいない、これもと言われるといつも言うのが見つかるまで探しましょうとか、ね、見つかるまで探しましょうとか、やっぱり目的論っていうのは目的見つけるのがいいっていうことと、うん、それからもっと前提で言えばちゃんと目的ってあるはずなんだ、うん、なんでかっていうとその、自分らしい幸せがあるし、それから自分の共同体、まあ、ここには出てないですけどそのコモンセンスみたいな、その自分にとっても相手にとっても本当にいいなんか姿とかっていうのは絶対あるはずっていう前提があるの でそういう意味で言ったら気がついてないだけで本当はどう生きたいかとか、この会社がどうなればいいとか、この夫婦関係がどうなればいいかとかっていうのはなんか望んでる形があるはずですと。でだから今見つからなくてもいいから探そうねとこういう感じなんです、ね、あとは大きさとか時間スパンもありますよね、はい、もちろん人生の目的とか仕事の目的っていうのはまあパッと出てこないけ ど、 けど、ね、今日ね、今週こうどういう仕事したいとか、今日お客さんとどういうふうに書かれたらいいっていうのも目的だし、休みの日に今日はねはしゃぎたいのか、ゆっくり休みたいのかも目的、でまあそれ考えてそれに相当充実した休みなり仕事になるし、これも目的ですね。はい、だと思います。はい、大きく目的論とかがすごいことを見つかんないと幸せにならないようだけど、まあまずそういうのでもいいっていうのが一つと、あと仮でもいいんですよね。そうですね、仮でもいいですね。まずなんかこういうことやってみたいと思って仮目的でやって、それが本当かもしれないし、やってるうちに体験数増えてきて違うとこ見えてきて、あ、これだって見れば、なんかその成長の、3段階とか3領域3ステージでその発見して実現して、そしたら次の発見して実現してで、なんかこうだんだん雪だるまを大きくしていくみたいな、そういう感じでもいいんですよとか、あとまあ仮にでもね、平本さんも言ってくれましたけど目的設定してそこに向かって動いてみたら、あ、案外良かったとかこれじゃなかったとかで気がつくこともあるので、いいじゃないかということなんです。でだからなんかまだ気がついてないだけで何かのこう、領域を掘り下げていったら、それ未来考えるんでもいいし、いろんな人に出会うんでもいいし、過去の楽しかった体験を掘り下げるんでもいいし、何かを体験したり再体験したり情報を増やしたら、きっとこう目的っていうものが浮かび上がってくるはずとか明確になるはずだっていうふうに思って、ただ素材がないから気がついてないだけと思いましょうねというのが一個 でだからなんかコーチングの中ではもう目的何目的何って絶対目的見つけようっていうのがやってみたいことの一つなんだよと。要は仮説でもいいですよね。はい、仮説でいいんです。ちょっと一回これ鵜呑みにして、あるもんだと、出るまで探しましょうと言ってやってみたらどう、っていう考えですよね。そうですね、はい、でやっぱりやってみて探して、でその中からちょっとでも、あ、確かにこれやってみたいなとか、こうなったら楽しそうだなっていうのが見つかったら、やっぱりそれを起点に新しい行動がこう始まっていくので、そうするとこう人生がだんだん少しずつ変わっていく。で私はなんかいきなりすごい幸せにならなくてもいいと思ってて、そのなんかもしかしたらこうかもしれないっていう仮説を持って、でなんか動いてみる人生の主人公で、そこからまた学んでどんどん変わっていくでいいと思うんですよね。それは気が楽ですよね。なんか一発でうわこれが幸せだって見つけないとって思うと、まあいきなりホールインマンしか狙わないと、
そうですね。で特にやっぱりあの平本さんのコーチングとか見てるとあのクライアントさんがわーって変わるからそうするとなんかそこあれがコーチングなんだと思っちゃうんですけどあのまずなんか平本さんが1セッション出るとか5セッション10セッションかけてもいいし半年1年かけてもいいからなんか少しずつこう気がついてブラッシュアップしてっていうのでもなんかコーチはいいのかなと、はい、思います。でなんか、まあ、目的ってこう方向性だったり大切にしたいことなんですけど、うん、でこれがまあ目的地だとしたら、うん、もう一個は実はその現状というか、はいはい、その今どうなってるのっていうことも、うん、そのあんまり知らないことがあるんだっていう認識を持った方が良さそうっていうことがあって例えばなんか会社でそのみんながその笑顔のチームになったらいいとかで売上これぐらい上がったりとかこんな新しい商品開発してでお客さんにこう喜んでもらうとかであの要は楽しくその業界に貢献できるお客さんに貢献できるそんなチームにしたいんだとこうまあ例えば目的方向性が見つかりましたと。でところがうちの連中は本当にやる気がなくてとこういうふうに現状認識してますと。でも本当にその一人一人がどんな思いで仕事してるかとか、うん、それから今の仕事に対してあのどんなことを考えてるかって分かってるのかとか、うん、で確かにで言い始めると実は現状もまだ分かってないところがあるんじゃないかと。これひょっとしたら解釈また違うかもしれないですね。そうなんですよね。いやあいつらはもう全然やる気ないですって言ってるけど、うんうんうんはい、じっと見たら案外やる気あるとかあるかもしれない、はい、そうなんですよね。しかちょっとやる気の出し方が違う方行っちゃってるだけ で、 そうなんですよ、ね、よく見ると意図はやる気あるかもしれない、うんうんうん、そうですね。なんかコーチング学んでる人にも例えばもう本当に人の役に立ちたいとか人のことを応援できる自分になりたいとこう目的があって、うんうん、でも現状うちの会社ではもう自分がやれることはないとかあであのうちの人たちにはコーチングが通じないとかってこう現状認識してると、うん、結局会社出るとかしかなくなっちゃうわけなんですけ ど、 どでもなんかこうまあ、とりあえず一人一人にコーチングしてみるかとかってやってみるとあ結構みんな熱い思い持ってたとか、うん、こういうコミュニケーション役に立つとかってこう現状認識が変わってくる、うん、そうするとなんか、今ここでやれることが増えたりとか、うん、それから、具体的な目標が変わってきたりとか、うん、っていうこともあるので、うん、この現状の見方としてはできるだけポジティブに考えた方がいいのか例えばいや結構みんなやってますよみたいになっちゃって、うんうん、あほとんど達成しちゃってるねっつって、はいうん逆によく見すぎてまずい場合もある、はいはいはい、どういうふうに捉える？なるべくそのリアルな見方をするっていうことがいいと思っててリアルってのはいろんな側面を自分の中にあるポジティブな部分もネガティブな部分とかできてないところもそれから他人の中にあるなんかそのネガティブな部分ポジティブな部分もそれからうまくいってる場面もそれからうまくいってない場面もなるべくいろんな側面をあの見た上であのだから正確な現状認識するっていうことがいいんじゃないかなと。材料素材が多い方がいい。そうですね、まあ、要は自分の中のプラスもマイナスも相手の中のプラスもマイナスも、はいまあ、全体のプラスもマイナス。そうですね。できるだけ見ておかないとなんか、大丈夫大丈夫うちの会社はとかって言いながらこうやっていくんだけど全然本当にぐちゃぐちゃになっちゃうみたいなことも起こらざる起こるかもしれないしなんか私はできるできるって言いながらでも全然自分の懸念をこうほったらかしにしてるとかもあのもったいないので単に褒めるとかプラス思考ポジティブ思考じゃないですよね現状 ね、 そうですねとにかく現状プラス、うん現状を可能な限りあのリアルにいろんな側面から見てみると でその上でその上でなんですけどこの、まあ、現状の部分もそうだしそれから過去の部分もそれから自分の周りもそうなんですけどリソースをもっともっと見ましょうというのを、うん、あのやってもらいたいってことなんですよね、はい、そこに行く前に、はい、そうなってくるとプラスもマイナスも見たとしたら、はい、現状100点とはこうどう整合する、現状100点ってあ、まあ、ここの現状はあのなんていうのかな、現状100点っていうのは状況のことを言ってるんじゃないんですよ、うんそのここまでのプロセスだったりとかそれからあのここまでやってきたこととか今の自分に対してあのいい悪いを言わないってことなんですよね、うん、あの現状100点がなんかスケーリング上だとなんか目的と同じ状態になっちゃうんですけど、うん、あの今ここで何が起こってるかじゃなくて何が起こってても全部 OK だし何が起こっててもあの別にあの過去の、自分の取り組みが不足してたとかそれから今の自分の能力がないとかあの要はその過去とか自分とかにマイナス点をつけるようなことじゃないんだってことなんですよね。それを聞くと感じるのは、はい、今自分が見えてる範囲でやれることは全力やれてきたよねってことですよね。そうですね。でもしネガティブに落ち込んでたとしても、はいはいはい、それはもうそうやってネガティブに落ち込んで不平不満、うんうん
してしちゃいたい気分になるような状況の中でよくここまで来れたね、100点だよっていうことですね。そういうことです。全然ダメダメでもそりゃそうでしょ、そんな過去だった。はいはい、おっしゃる通り、それよくここまで来たねと、100点だよっていう、100点だプロセスですね。はい、そうです。今度目的に向かう分に関してはそこも含めて失点視野を広げてネタをもうちょっと材料素材揃えていきましょう、はい、ということだと思います。で、なんかその時にクラスでよく言うのが、なんかどんな気持ちでクライアントさんと一緒に、まあ、僕自身がいるかなんですけど、そのどんなことを言ってても、まあ、自分のことを責めてても人のことを責めてても、うん、一つは、この人に本当に怒ってたことは私には分かりませんと、要は過去どんなことがあったかとかで、どんな気持ちでどんなことをやってたかは分からないから、私はジャッジできる立場にいませんと。でその上でもう一個思ってるのが、私がきっとこのクライアントさんだったとしても同じことを言うんだろうし、同じことをやるんだろうし、同じことを考えるんだろうし、同じことを感じるんだろうなと。要はそれはこの人の人生にとってはここまではもう一生懸命やってきて当然の結果 でだから誰が、まあ、誰がやってもって言ったら変なんですけど、もうこの人の人生ではこれがもう精一杯ベストを尽くしたことなんだと思って見てるっていう感じですよね。はい、でだから、ただその目的とか人生生きていく上では、まあ、ここからしかスタートができないんで、なんかこれも好きな言葉で、どこにでも行けるけどスタートは今ここからしかできないっていうのは本当にそうだと思って、なので今ここはまずは冷静に見ますと。でなんだけどそれ見てるとやっぱり あれもできてないこれもできてないの気持ちになりかねないので、もうとにかくやれてることとか自分の過去やってきたこととか、それから周りで助けてくれる人とかも含めて、この分析とともにリソースはとにかくいっぱい見ましょうということですね。例えば過去のリソースを見てるうちに、いやあの時失敗しちゃったなとか、本当はもうちょっとこっちにしときゃ、だいぶ仕事も良かったのに、後悔とか失敗、これどうしましょう。ありますよね。でやっぱり、両方出て、まあ両方出てくるのは別にそれもありだと思ってて、でまあ一番、まあ、一番でもないかな、なんかこううまくやれるパターンとしてはそれが出てきて、でなんか現状でその後悔してても苦しいので、そのやっぱり目的が大切っていうのは、その目的に照らし合わせて、じゃあここから何学ぶんだろうとか、これって目的から見たらどんなリソースなんだろうって、できればそれはそれがいいことだと思うし、あとはその後悔してることがあったら、その後悔していることにも、まあ、コーチは必要なら寄り添いながら、で本当はどうしたかったのとか、何ができたらよかったとか、もう一回やるとしたらどんなことやってみれそうとかって言いながら、過去のその感情、ネガティブな感情をこう消化していくっていうことも手伝いながら、そこからやっぱり価値観を導き出して、未来どうしたいのの方に、まあ、意識はこう段階的に向けていきたいということですね。今の聞きながら感じたのは、この現状の中にすっぽり入りきちゃって、そして過去を見ると、確かにできてるリソースもあると、いいよな、一方で失敗しちゃったとか、もっとこうしちゃったっていうのを考えるなと言われても、つい考えちゃうし、もしくは2パターン目で現状にすっぽり入って、この現状だけを見て、いいところとか言われても100点って言われても、まあ、そうは言ってもマイナスあるでしょうって見えてくると。で目的だけに入ってやるとやっぱりあれはできてないって感じがしちゃうから、目的をありありと描いた上でここを俯瞰してみて、ここに近づく方法なんだろうって発想するとですね、ここに近づくために道をどう描いたらいいか、その時にここの過去のプラスのものももちろん使えるけど、マイナスのものもあるけど、じゃあそうですね、ここに来るために使い道ないかなと発想する、使わなくては使わなくてもいいし、使えるんだったらこういうふうにすればいい、なんか無理くりポジションにして変えなきゃではなく、変えるかどうかよりもここに行くのに使えるかどうかだと思います。で案外実は全部使えちゃいましたっていうことが多いと思います。そうですね。でなんかそのことを言っていただいたんで、なんか
そうそうと思ったことがあって、それは何かって言ったら、まあ、ソリューションフォーカスの人たちなんかはこれが10点だとすると、これに対して今何点分ぐらいできてるっていう、こうリソースの取り方をしていて、でそれは結局目的ありきで、その目的に対してのリソースなんですよね。でその背景にはリソースって実は無限にあって、でただだから目的がなかったらリソースはありすぎるから、だから要は目的が明らかにならないとリソースは明らかにならないっていう、まあ、考え方が多分あると思うんですよね。でそういう意味で言ったら、やっぱり目的ありきで、目的に比較したら実は現状から見たらマイナスだと思うリソースでもプラスになることもあるかもしれないし、というか、いやリソースだったりするかもしれないし、という感覚をやっぱり持つのが大切なんだろうなと。確かに現状から見たらマイナスだけど、はい、実現した未来の目的から見ると、ね、あれがあったからここ気をつけるようになったね、はい、な必ずそうですよね、はい、と思います。であとはニュートラルだと思ってた、例えば体験でもいいし、それから人との出会いでもいいんですけど、目的が明確になった時に あの人使えるとかっていうのもやっぱり出てくると思うので、なんかその磁石でこう砂場で砂鉄を取るみたいなもんで、なんかこうここの磁石がバンってあるといろんな関係のあるものがこう引き寄せられてくるっていう感じなのかなと思ってますと。であと今平本さんがそのここにずっぽり入っちゃうとって言ってくれたのを受けて、やっぱりここにその我々はタイムライン的なこう発想があるわけじゃないですか、うん、でやっぱり人によってはすごくこの現状にずっぽり入ってたり、過去のなんかマイナスにずっぽり入ってたりとか、プラスここのプラスのことだけ考えてたりとかで、まあ、未来のことだけ考えてこっち見れてなかったりとかってするので、やっぱりそのどこにずっぽり入ってるかとか入ってないのかっていうのをこう見ながら、でこれもやっぱり視点切り替えていろんな体験をしていくで、未来の体験もする、で現状もいろんな人のポジションで体験する、で過去もいろんな体験をするってしながら、言ってくれたようにこう俯瞰するっていうのがすごく大切なのかな。今聞きながらこう夢が大事とか、はい、夢を描きましょう、イメージしましょう、感情って言ってる人たちで、実は不幸になっちゃってるのは、ここは過去は関係ないと、未来が大事だなってやって、そのイメージ中は幸せなんだけど、ふと現実見るとなっちゃって、もしくはプラスのところばっかり見ようとしてるから、本当は階段を作る際にマイナスが使えたりするにもかかわらず、プラス思考になるがあまりリアリティになり現実にならない。やっぱりこっちもしっかり味わうし、こっちも広げるし、 そしてここを俯瞰してみて、じゃあどういう風に階段を作っていくと、いけるのかっていうのをちゃんと作ると、やっぱ現実にするっていうことが大事ですね。ただ目的はなんか目的だけでいつまでも目指すというよりは、クリアしてはまた次。そうですね。なんかこれもコーチング教えてたりやったりしてて本当に思うのは、なんか平本さんに本当に10年前にその教わったことの中で、とにかくそのやれるかどうかどうやるかは別にして、そのワクワクだとかその目的っていうのを膨らまして膨らまして膨らまして、でこう最後現実のアクションに、ちっちゃなアクションにギュッとこうそれを作って変えていくんだっていう話をしてくれたのが本当にそうだと思って、でやっぱりなんか僕は自分の説明ではそのまずコーチングの最初は子どもの心でスタートしましょうって言っちゃってて、そのまあ現状とかとりあえず置いて、でできるかどうかも置いて、本当はどうなりたいの、どうしたいのとか、大切なの何なのとかっていうのをこう妄想してみる、であとその後に大人の冷静なマインドでこう現状を分析して、で一足飛びに行かないって分かってるのが大人だから、ここをやっぱり作りましょうねっていうのを言ってみてるっていう感じなんですよね。子供の心で目的未来考えるとは確かに大事ですよね。大人の心で目的は、目的は半年後にこれ1年後何倍みたいな、やんなきゃダメみたいな感じになるけど、子供心で未来と同時に子供なりきっちゃったらそれで終わっちゃうので、我々大人でもあるの で、ね、具体的にやるアクションを考えましょう、計画と。はい、で両方なんかやっぱりね、なんか子供心だけでいいよっていうのも変なので、なんか全部リソースだからやっぱり使えるといいなと。そうですね、子供心が大事なのか大人心が大事なのかなっていう、両方大事だと。そうですね、要は、平本さんのワクワクとリアルってこう言ってくれてるのが、やっぱりここに出てくるのかなと、いうふうに思います。はい、
で、まあなんかあとはやっぱりこのリアルの側面なんですけど、その現実を変えていくっていう意味では、うん、あの具体的な目標を持ってた方がいいなと思って、うん、で例えばなんか人の貢献する役に立つとか、みんなを幸せにするとか、なんか楽しい社会を作るとか、その目的がすごい抽象的すぎると、うん、何をやったらいいかとか、うん、何を目指したらいいかもちょっと分かんなくなってきちゃうので、うん、でなるべくなんかその具体的な目標を、その目的とちゃんとつながった形の目標を作ってってあげるっていうこともやっぱり現実変えていく上で大切で、うん、で、あの、要はその目的を満たしてるというふうに分かる証拠となる目標がある、まあ、目に見える出来事場面ですね、抽象力。でなんかやっぱりこれも結構盲点というか盲面の中にあったりとかってして、でみんな例えばじゃあ目標何って言ったら、そうですねセミナーやりたいですねとかって言うんですけど、でもじゃあ例えばセミナーやるってどんな人が来て、どんなテーマで来てくれた人がどう、何が変わっていくことなのって、その具体的に何を起こしたいのか、でそれは何のためなのって、ここがちゃんとつながった時に具体的な目標に向かっては具体的なアクションが起こせるんだけど、なんかセミナーやりたいだけだったらそれは何のためかも分かんないし、どうしたらいいかも分かんない、でもそういうすごく情報が少なかったりとか、あの目的とつながらない形で目標設定をしてしまう、でもしくはなんか自分にとってあんまり魅力的じゃないとか動きづらい目標設定をしてしまうっていうのがあると、なかなかこう動きづらいというのがあるので、これも実は目標いろいろ設定できるんだって思うのが大切で、なんか例えば、ある、なんかアロマかなんか教えてる先生がクライアントで、あのスーパービジョンやってたことがあるんですけど、もっとみんなに喜んでもらいたいと、で目標何かって言ったら、いくつか持ってるプログラムのうちで、あの告知しても集客がゼロのプログラムがあると、でそれがなんかゼロじゃなくなるっていうのが目標だって言うんですけど、なんか本人はあんまりそれでこうワクワクもしないし、やれる感もないし、でもそこに向かってアクション立てるってやっぱりしんどいのかもしれないんですけど、その目標っていろいろあってもいいんだってことなんですよね。他のその集客増やすんでもいいし、それからなんかプログラムをもっと充実させるとかっていうことが目的にかなうのかもしれないし、あのでもその時出てきた目標はなんか、集客うまくいかなかった時に、あの次はこれをやるとか、他にはこれができるとか、そのなんか打ち手の一覧みたいなものができてると、あの目的に向かって進んでいけそうだし、でそれはここの階段ですね、そうですね、気持ちよくなりそうだっていうことが見つかって、うん、それだったら動きたいですみたいな、だから目標もいろんな種類があるし、で具体的になればなるほど動けるんだということもなんか、コーチが分かって支援ができるといいなという感じなんですよね。アメヤは聞きながら話しながら感じたのは、この目的とか目標でやっぱ大事な要素は共同体感覚だと思って、例えばセミナー講演会やりたいんですって、なんでやりたいのって言ったら、人に影響力を与えたいんですと、結局は自己満足で、本当に人がそれをされたら、うわ助かった、ここに立ってくれた感がやっぱないと誰も応援してくれないし実現しない。だからあの本当にその夢や目標が明らかに誰かの、誰かの役に立つ、一方で人の役に立つんだけど自己犠牲して、こんなの私のわがままですから、わがままは良くないと思いますってやっちゃうと、やっぱり今度は一番が足りなくなるんで、自己満でもいいと、その代わり自己満プラス誰かの役に立つと両方満たされてる。あのなのでコモンセンス、その自分にとってもみんなにとってもとか相手にとってもやっぱりあのハッピーだったらいいなということを探したくてですね、ちょっと脱線するんですけど、この間扱ったケースで、そのもっとコーチとして頑張りたいけどなんか自分にはできないんじゃないかと思ってる自分がいますというケースがあって、で、じゃあコーチングで何やりたいのとか、どうしてコーチングやりたいのって言ったら、なんかコーチングで人の役に立てたらなんか、自分が自分で OK だって安心感を持てるとでっていうのが出てきて、でやっぱりあのそれってなんか今の自分を認められてなかったりとか、それからなんか誰かの役に立つというよりかは自分のために何かあの行動するっていうことになっちゃってて、それはいけないことじゃないけど、もったいないなとやっぱりコーチとして思うんですよね。これが満たされた状態でコーチングするというよりは、これを満たすためにあ、それだとこうなんか不幸そうなオーラが出てきて、そうですよね。でだしなんかやっぱりでその時にでもあのそもそもそのじゃあ自分止めてる自分って何なのか、まあ、この後ちょっと出てきますけど全体論で考えたりとかってした時に、あなんか
自分を止めてる自分もちゃんと本当は人の役に立ちたい、助けたいって意図があったりとか、勇気くじかれてただけなんだってなって、その自分と一緒だとこう、あ、そういう自分もいてくれて、その2人が統合されるとすごく安心感持てますとって言ってくれた時に、あ、そうか、で自分の内側に安心感があるから、人と一緒にいる時も安心感与え作れるし、でそういうコーチがいるからクライアントさんも安心感持てて、だからチャレンジができるっていうことが起こるんですよねっていうふうに、こう一緒にそれをこう整理していくっていうのをやると、やっぱり、あ、そうか、私の目的は自分がじゃなくて、もうすでに持ってるこの安心感っていうリソースを使いながら、でより、あの、安心感を持ってチャレンジできる場所をクライアントさんと一緒に作る、でクライアントさんがチャレンジして世の中変えるっていうのを応援するんだって、こうなってくると、うん、やっぱり、あ、このコーチングしてよかったなみたいな感じがあるんですよね。じゃあそうするとここの説明をちょっと、そうなんですね、はい、あ、でちょっとその前に1個だけ補足をします。で、やっぱり目標が出てきた時に、みんな目標が出たら行動を起こすんですけど、あの、行動も実は盲点があって、それは何かって言ったら行動のオプションの部分だと思うんですよね、はい、で、平本さんコーチングするとやっぱ他にはとか、宿題もあのパターン1これパターン2これパターン3これパターン4これパターン5これ他のでもいいですよ、何やりますってこうやってくれるんですけど、なんか1個しかないとかこれしかないとかって思っちゃうと、それがダメだと辛いから、だから過去自分がいろんなことやってうまくいったのもうまくいかなかったのも、現状やってるのもやってないのも、他の人がやるんだったらやるのも、なんかここもぐっと視野を広げて、プラン A プラン B プラン C っていっぱい作ってみると、よりあの面白いものが出てくるんじゃないかなと。ブレストするなり、マインドマップするなり、まあもしくは人に聞くなり、アイデアもらうなり、いっぱい出しとかないと、このやり方じゃないとできない。でもそのやり方は苦手、うん、じゃあできないになっちゃうんですね、うんうんうん、だと思います。なので、あの、なるべくここの窓を大きく開けるっていうことをあのしたいんだと思って、コーチが関わるとクライアントさんも見つかるし、まあセルフコーチングだったら他にはってやっぱりやりながら、いろんな行動パターンを見つけて、じゃあどれ試してみるかなぐらいの気持ちだと、なんかこういろんな実験ができるんじゃないかな。これやっぱり聞いて思い出したのは、私もダイエットしようと思って5年10年頑張って、いろんなのにお金何百万もらってダイエットうまくいかなくって、結局オプション増やしてるうちに普通の食事でいいと、その代わりその前に野菜を入れると、なるほど、もうただ野菜入れると、結果的には血糖値が上がりにくくて食欲減って、メインの食事が減って体調良くなって、また調子良くなってっていう、そのオプションが、それがなかったら、もう痩せるにはこの頑張って走るしかないんだとか、運動しかないんだってやっちゃうと、あの、やりたいでもできないのいう順繰りですね。そうですね。なので、なんかやっぱり、あの、こういうふうに目的が明確になる、目標が明確になるがあったら、あの、やっぱりすごく目的志向になれば、いろんな行動を取ってみたいとか検討してみたい意欲も上がると思うので、あの、そこの部分は、なんかそうなると専門家の支援とか、それからアドバイスもらうとかもどんどんできるようになると思うので、広げていきたいな。よく大量行動が大事だって言うけど、はい、大量行動の前に行動のオプションがですね、そうですね、もうこれやだ、辛いっていうの、それしかないとやってるのは辛いですよね。それやりたいんでしょって言われると、確かにって言うんだけど辛くなりますね。そうですね。で、やっぱりその、なんか我々の考えでは、あの、リソースはいっぱいあるし、あの、選択肢もいっぱいあるし、でやっぱりいい状態でやれる方が結果も出るしというのがあるので、なんかこれしかないと思うよりは、いい状態でやれるものをやっていくといいのかな。これしかないの罠はよくありますね。そうですね、まあ、ちょっとそういうのをなんかして、で、まあ、ここの子どもの心とリアルなっていうのを通じて何を作りたいかっていうと、そのやりたいやれるっていうのを、やっぱりシンプルに言うと、これやりたいと、やりたいで、このリソース使って、この現状からこの行動だったらこうやれるっていう、やりたいとやれるっていう2つの認知をやっぱりしっかりと作っていくっていうのがコーチングでやりたいことなんじゃないかなと。で、確かに人生でこれってやりたいよなとか、やらなかったら嘘だよねとか、で、あ、このやり方だったらやれるなっていう認知が出てきてくると、こう人生の主人公として動き始めるし、このやりたいが、まあ、平本さんが言ってくれたように、その共同体感覚に根ざしてるとか、そのコモンセンスとつながってるとか、こういうものだとやっぱり、あの、やった時に本当にハッピーを感じられるような、あの、結末になってくるんじゃないかなということなんですよね。確かに人生ってやりたいとやれるだけですよね、大きいね、まあ、人生かけてやりたいのもあれば、そうですね、ちっちゃいことでやりたいなとか、ランチこれ食べたいでもいいし、あの人と話したいでも、ちっちゃいのも大きいのも仕事でも人生でもやりたいがあって、
これはやれないとフラストレーションになっちゃうし、そうですね、やれることは一回やるんだけど、うん、でどうしていいか分かんない、うん、何したいか分かんないだとやっぱ不幸だし、うん、そうですね、この2つですね、うん、この2つっていうのは実は、より自分が好きになり人が信頼できる後継感あれる方がやりたい感増すし、うんうんうん、やれる感増すし、応援されるからまたやれるし、うんうん、やれたらまあってこう好循環するには、うんうん、実はもうこれ満たしといた方が、うん、まあ、手っ取り早いってことですね。そうですね、はい、だと思います。はい、で、あの、まあ、こういうふうにやりたいやれるで認知ができると動き始めて、でやっぱりあの僕は、なんかコーチングがすごいんじゃなくてって常々思ってて、やっぱクライアントさんにスイッチが入ったらやっぱクライアントさんすごいじゃないですか。自分で工夫するし、何があってもこう前進んでいくし、でやっぱりそれだけの原動力があって、まあそれをこう勇気っていうのかなと思うんですけど、要は現実にこうチャレンジしていくんで、自分らしい人生を生きる、人と協力しながらこう状況を切り開いていく、対応していくんで、新しいものを作っていくんで、そういうエネルギーがあると思うんですよね。でそのエネルギーにスイッチを入れるのがこの、あ、やっぱりやりたいなって心から思うことで、あ、これやれるなと心から思うことで、でやっぱりそれをこう実感値として思うためには、なんかさっきのこの体験にまたつながってくるんですけど、その未来のことを疑似体験してみるとか、想像してみるとか、本当にこの未来を生きてる人と会ってみるとかってして、あ、やっぱりやりたいって心から思うことだし、で過去のことを思い出すのも、何か実践しながら学んでいくのもいいんだけど、あ、やっぱり俺やれるんだってこう思うこと、うん、でそういうなんか実感が持てるとか、感情動くっていうのをやれていくと、うん、もうこの路線に向かってどんどん進んでいく人生の主人公になるかなと、はい、ということなんです。で、まあ、そういうふうに考えながら進めていくんですけど、その時に、とはいえって、うん、2つブレーキが働いちゃうことがあると、はいはい、で1つ目のブレーキは、はい、邪魔をする人、足を引っ張る人とかっていうのが出てくるっていうことなんです、はい、いわゆるドリームキラーと言われてるんですね。ドリームキラーだったり、せっかく夢持っても潰しにかかってくる、はい、そうですね、はい、とかなんかやっぱり、まあ、夢を潰すっていうタイプの人と、それからあとは、はい、まあ、別にそんなことと関係なく、はい、向こうのこう価値観を押し付けてくるとか、それから向こうの考える役割を押し付けてくるとか、だからなんか会社でもっとみんなが仲良く、笑顔のチーム作りたいとこう思ってるのに、何言ってんだよ、そんなこと言ってる暇があるんだったら売り上げ上げろよと、でそうじゃないとお前クビになっちゃうぞと、こう例えばやられますと、でドリームキラーだとも言えるし、何かその向こうの価値観を押し付けてくる、でその時になんか敵が出てくると戦うか逃げ出すか、確かに戦うか逃げるかですね。で、あとあれですよね、死んだふりっていうというか、もしかしたらなんか、もう自分が無力で弱い存在だから、もうちょっと許してくださいとか甘えさせてくださいとかってこうやっぱりなっちゃうか、もしくはなんとか妥協点を探すとかっていうことを考えガチなんですけど、でそうじゃない可能性があるよっていうのを、またこれも教えてくれてるのがアドラーだし、うん、でまあ、平本さんの言う共有ゾーンだと思うんですけど、で最近はなんかこの説明が好きなのでこれをするんですけど、よいしょ、例えばなんか A さんと B さんがいて、うん、でよいしょ、でこれがまあ氷山だとすると、はいはい、この水面の上だけを見てると、水面の上だけ見てると、うん、この人笑顔のチーム作りたい、この人売り上げ上げたい、で全然接点がないですと、でところがこの A さんどんどん掘り下げていって、じゃあ何のためって言ったら、みんながこう幸せに生きて、でも幸せに生きるだけじゃなくて、それでお客さんに貢献できる、で会社も認められる、でもっといろんな人が使ってくれる、でここの会社にいてよかったなと思う、でそういうのがやりたいんだと、で B さんなんで売り上げなのって言ったら、まず自分が仕事しててよかったなと思えるとか、それから家族が幸せになれるとか、もうクビにならずにみんなが安心して仕事ができるとか、やっぱり今の会社にいることにプライドが持てるとかって、こうやっていくと、なんか今の会社がもっと世の中に認められるとか、それからみんなが安心して働けるとか、プライド持てるとか、その安心感の中から何か余裕ができて新しいことが生まれるみたいなのは、実はそこの部分では根っこはつながってるんじゃないかなと。ただこの水面の上しか見てないから、下がどうなってるかっていうことに気がついてないだけなんじゃないかというのが、アドラーがその全体論という考え方を通じて、要は矛盾もしてないし敵対もしてないんだよと、表面的に気がついてないだけかもしれなくて、ちゃんとこうお互い補完し合ってたりとか、で要はで違う部分っていうのと、それから同じ部分っていうのがあって、全部が同じだったら何も刺激もなくて新しいものも生まれないけ ど、うん、同じ部分でつながって、違う部分、違うアプローチで、やっぱりお互い刺激し合いながら新しいものを作れるって、こう発想になると
それこそあの福島先生のところのみんながチャンスチャンスっていうのじゃないけど、それが本当のチャンスなんだ、その言ってみたチャンスじゃなくって、なんか本当にこの同じと違いを使って新しいものを見つけるそのテクノロジーがあるとやっぱりチャンスになってくんだっていうことを伝えたいなということなんですよね。同じところがないんじゃなくって、うん、まだ本人の本当の深い意図に掘り下げきれてないだけで、掘り下げ足りないだけですね、はい、だと思います。で、まあ、これも実践上はいやとはいえあの人とは接点ありませんとかって言われるんですけど、やっぱり接点があると思って探すかないと思って諦めちゃうかで違うので、少なくともなんかコーチである我々は諦めたくないなだし、それからあとはなんかあの人とはありませんって言ってる人は単にその B さんとはありませんって言ってる人は B さんとの関係で勇気くじかれてるだけだと便利ですけど、でなのでそうだよね辛いことあったもんねとか、いっぱい頑張ったけどダメだったよねで何頑張ったのそれは何のためだったのとかっていうことをやりながら、なんかこれも受け入れの連鎖って最近言ってるんですけど、そのコーチがこの A さんのことを A さんが自分のことを責めてても B さんのことを責めてても徹底して A さんのいろんな側面を受け入れていって、まあ平本さんの言ってくれるそのハマった時期はハマればよくて、ハマりきったら受け入れるよっていうのをコーチが先に A さん全部受け入れることで、で人責めたり自分責めたりの奥にある本当の気持ちにこうタッチできたら、実は A さんはちょっと落ち着くし、で落ち着いた時には実はコーチが A さんを受け入れてくれたから A さんはちょっとだけ B さんを受け入れられるようになるんじゃないかっていうのが、まあ受け入れの連鎖って話で、コーチがこのクライアントをそのまま受け入れるからこそ、はいはい、その経験をした A さんは今までちょっとあの人無理だっていう人も、うんうん、あ実はいいとこあるかもねって認めてくれる、うんうん、なるほど、ね、ということが起こるとやっぱりなんか危険な罠は、はい、いやいやあなたは気づいてないけど、うん、本当はこれあるんですよ、ね、そうですね、柔らかく説得にかかっちゃうとなります、ね、いやいやあの無理ですみたいに抵抗されますね、うんうんうん、なのでこう分かった気にならずというか本人の本当のその時の体験に寄り添うで、だからちょっと勇気がいるかもしれないけど、どんなに自分のことを否定しても人のことを否定してもとにかくもうそれは当たり前のことだし、なんか自分が思う以上にこの人はいろんなことを考えたり苦労してたんだと思って寄り添う、でもなんかどっか広い視点ではまあそれやってたらどっかでこうなるんじゃないかなと思ってるっていう感じだと思うんですよね。でやっぱりやりたいやれる実は協力できるとか刺激できるからもっと先に行ける、で要はこの協力できるとかそれから協力し合えるとかし合えるとかそれからなんかまあ刺激とかインスパイアし合えるみたいなこういう信念ができてくるとなんか一人ではできないことがどんどんできるんじゃないかなと、はい、むしろ違いがあるからこそ新しいクリエイティブなものが生まれる、そうですね、発想まで、はい、だと思います。でそれがなんか平本さんのそのなんか敵だと思ってたのがこう味方になるとか、はい、でそれでこうアクセルがかかるんだとかっていう話だと思うんですよね。でこれがなんか一つ目のブレーキで、で二つ目はさっきの話ともまた被るんですけど、要は自分の内側にブレーキがある、やりたいと思ってるけどできないと思ってる、でもこれも結局同じことで、そのやりたい自分とそれからそのやりたい自分と自分には無理ってこう否定してる自分の表面上接点ないんだけど、やりたい自分は何でって言ったらやっぱり人の役に立ちたい、それからなんか安心感を持ちたいで、みんなが安心感をもとにチャレンジできるのがいいで、無理だって言ってる自分はとにかく傷つきたくない、失敗したくない、自分のことを否定したくない、じゃあその裏側は何かって言ったらもっと自分らしく生きたいで、もっと幸せに生きたい、楽しく生きたいっていうことがこう起きてくるっていうことなんですよね。でこの間のそのリアルなケースだと、そのなんか後ろ自分のことを後ろから引っ張る自分っていうのがその言ってたのが、もうお前ちょろちょろすんなよと、でそんなことやってどれだけこれまで傷ついてきたんだよと、でお前もうとにかく行くな行くなって言ってこう引っ張るんですよね。でもその背景にあるものを探ってったら、実はなんかその単純な思いとか表面的な思いだけで動くなと、でその実はクライアントさんはその子供の頃結構虐待されたりとかって辛い思いしてた人だったんだけど、でそのなんかどちらかというとその辛い思いをしてそれでも頑張ってきた人がそのもうちょろちょろするなと、で本当にやりたいことが見つかったら俺がちゃんと助けてやるからって、で本当にやりたいことが見つかったらお前ここ行きたいって言ったら俺の強さでお前のことを応援してやるって、だから思いつきで動くなって、思いつきで動いて傷つくようなことするなっていうこう共有ゾーンが見つかってくると、まさにこう
リソースになって前に進んでいけるようになるんで、特にやっぱりコーチの人たちに言ってるのは、その自分の中の自分と敵対すると、まあこれ他人だったらじゃあちょっと B さんとしばらく離れましょうもありなんですけど、自分のこの一部と離れましょうは無理だし、でそれ切り捨てて生きるというのはやっぱりできないから、だからやっぱり自分の中の自分との中に葛藤があるっていう時はしっかり共有ゾーン見つけましょうだし、しかも自分だからどんなに破壊的なお前は幸せになれないとかお前は無理だとかもう諦めろとかって言ってる自分でも、実はそれは回り回ったら自分のためなので、なんかそこを信じて関わりましょうっていうのはすごい言ってる感じですね。例えばまあワクワクすることやりたいって言ってるけど、まあそりゃそうなんだけど叶ったらいいけど、いやまあお前には無理だよって言ってるけど、掘り下げていくとさあ、そのこっちの無理っていうのはまあそれを現実的に具体的なアクションを起こしましょうっていう、すごいいい意味でリアリティにしていこうっていう自分だったりして、実はない方がいいとか邪魔などころか両方ある方が目的目標がリアルになる。そうですね。でなんかこういうそうなんです。でやっぱりそれぞれの立場を理解してみるとか、で体験してみる、でなんかここにまたさっきのところに戻ってくるんですけど、こういうのがなんか解釈が変わるっていう感じで、自分のことをすごくこう否定してる自分だとか、それから自分と全然価値観が違う人だと思った人をもう一回自分の思いしっかりつながってみる、これ体験ですよね。でこっちの人のも体験してみる、それで俯瞰してみると、あそうか、案外なんか同じとこ狙ってたんだなとか、邪魔する自分だと思ってて苦しかったけど、実はちょろちょろしてる自分を止めて本当に大切なことを一体になってやろうとしてる自分で、何も矛盾なかったんだみたいな、こうなるとやっぱり体験の中から解釈が変わっていく。なのでなんかこれって結局その自分は好き、人は信頼できる、で貢献し合えるっていう感じだと思うんですよね。でもう一人の自分とも、自分も好きだし、もう一人の自分も好きだし信頼できるし貢献し合えるだと思うんですけど、こっちの方向に向かって解釈が変わっていくというかっていう体験をしてもらいたいってことなんですね。その時大事なポイントがやっぱ認知論じゃないかも、はい、認知論かもしれないけど、はい、こうそれぞれしっかりと味わえて、はい、あ俺はこんな思いだったんだ、あの人はこんな思いだ、はい、やりたい自分はこうだったんだ、邪魔してるだけど実はこんなに応援したかったんだって、しっかりと立場を切り分けて味わい切ることで逆にしっかり全体論になる、だと思います本当に。でなんかこうそういうのを通じて、あだからやれるとか協力し合えるとか、やっぱりこれやりたいっていう方向にその解釈がいくように体験を一緒にしていく。でだからネガティブなのも体験するんだけど、結局ネガティブな体験から私はできませんとか、あの人は敵ですで解釈が終わっちゃうともったいないので、必ず落としどころはやっぱりやりたい、やれる、協力し合えるっていうところまで、やっぱり目的に迫る、お互いの善意というかに迫るをやっぱりやりたいんだってことなんですよね。落ちりがちなまずいところが、はいはい、まあ全体論大事です、いいところ見つけましょう、はい、協力し合いましょう、敵じゃないです、ここでやりながら、いや、なんとか B さんのいいところそうですね、いやそうですね、頭でここ一致だから腹の中で違ったなって、いや、そんなことない、はいはい、絶対いい人なんだってやっちゃうと、今度せっかくそうやってやりつつ、でもやっぱり B さんの嫌なところを見つけちゃった自分を今度責めちゃったりする、そうですね、だから向きが相手に向かうんじゃなくて、自分の中に掘り下げて見つけるし、相手の立場に入って掘り下げると出てくるの、ここで出てきたのは、あ、本当だわっていう気づいちゃった共有像なんで、作り出すとか、なんか無理くりというよりも知っちゃった感じですね。気づいちゃったですよね、で出てきちゃったという感じ で、 感じ、ね、でなんかその時にやっぱりそのこの体験っていうことなんですけど、その思考で無理やり探す、頭で探すじゃなくて、この人の立場の実体験、この人の立場の実体験から、あこうだったんだってい う、 こう解釈が出てくるといいなっていう感じなんですよ ね、 ね、そういう部分で言うと、単なるインフォメーション、情報として、あの人もこう思ってるよね、ではなくって、あの人の目線に入りきって、その人の目からどう見えて、耳からどう見えて、肌でどう感じるか、まあアドランは言ったことですけど、それを両方やってみて俯瞰してですね、はい、ということで、なんかまあやりたい、やれるとこう
人とも協力し合える、自分とも協力し合える、だからもっと新しいことが起きるとい こう認知ができると、うん、まあ、今いる場所から、うん、それがどんな場所であれ人生の主人公としてなんか進められるんじゃないかと。なるほど。で、まあ、その時にただじゃあ新しい認知ができたらいいかとそう思ってなくて、で新しい認知ができるともちろん行動が多分変わるんですけど、うん、やりたいことをやれることがあるの でなんですけども、やっぱり行動をしっかりとっていきましょうと、うん、でそれは目標に行くためでもあるんだけど、行動をとって結果を観察しましょうっていうことも実は大切な考えですと。で、観察でやっぱりこの行動がいいと思って取ってみても実際は違ったっていうこともあるし、行動を取ってみたら案外すぐ結果が出て、なのでなんか目標を変えた方がいいとかっていうこともあって、そうすると一個行動して結果を観察してみることで実は行動が何がいいかも気がつけるし、目標が何がいいかも気がつけるし、行動を取ってみてなんかみんなを励まそうと思ったら実は現状はもうみんな全然勇気いっぱいだったみたいなことです。あ、これ意味ないんだって、現状の理解変わったりとかで、行動を取ってみたら、あ、他にもこういうふうに助けてくれる人がいるとか、やれることリソース気がつくこともあれば、行動を取って結果見てみたら、あ、本当に狙ってたのはこれじゃなかったので目的変わったり、行動を取って観察してみたらなんか共有ゾーンの理解が変わったり、やっぱりこのことによって行動の観察、その結果から学ぶっていうことによって、実はまたこれらの目的論とか全体論のこの仮説が理解が深まっていくっていうことがやっぱりあると思うし、で、あ、行動したら認知が変わる、認知が変わったら行動が変わる、でどんどん現実が変わっていくってなると人生の主人公として生きやすくなると思うんですよね。なので認知変えるだけじゃなくて、行動とその結果何が起こるかっていうのをやっぱり見ていくし、で、まあ、そこの中にこのやっぱり共同体感覚が高まっていくような方向で行動をどんどん変えていくとかっていうことをサポートしていくと、人生がこうだんだん加速していくようなことが起きるのかなと。まあ、子供心で目的出して、はい、うん、そして大人心で科学的に行動観察、行動観察、うん、そうですね、そうですね、この繰り返しで、うん、この目的の実現率精度を上げていく、うんうんうん、もしくは行動観察をしているうちにこれが目的だと思ってるけど、まあいろいろ体験経験数が増えてくるうちにこれじゃないものが目的になったり、そうですね、そうですね、その時に俺間違った目的持っちゃったとか、うんうんうん、なんでずれちゃったんだろう、うん、っていうのではなくて、うん、そこまで歩いてきたからこそ、うん、その先見つかったと。そうですね、本当になんかその今平本さんが言ってくれたその先、その先なんですけど、その目的もブラッシュアップされるし、うん、今気がついてないその先の目的、まあ、この先にこう大目的みたいなものがあって、やっぱりこういうものもあるはずだし、だんだんここに迫っていけるんだと思いながら、うん、少しずつこう直線というよりかはこう曲線でこうだんだん成長していくんだという感じをコーチがなんか応援できると。でやっぱり全部仮説なので、その、うん、真実じゃない思い込みに過ぎないから、これもどんどん変わっていくし、うん、で変わりながらもでも学んで人生の主人公になっていくんだ、で、まあ、一生の間でどこまでいけるか楽しみだねという感じがなんかコーチングかなと。まあ、ここまでで例えば目的何、はい、何のためどうなりたいばっかり確かに聞かれたら、それはそれで、辛いかな、うざいかな、苦しいかなって気もしたけど、この仮説検証という部分でちょっとこれかもって思ったらやってみようよと、うんうん、そこをずっと何年も何十年もこう問いかけ続けて、そうですね、家にずっと問いかけ続けて終わるんだったら、ちょっと立ててみてやってみたら案外良かったり全然違ったり違うところ見えてくるんで、やっぱ動いて検証してみようよと、ただただやみくもに行動するんじゃなくて、その観察した結果が割と良かったのか違うのか、効果がいいのか悪いのかとか、その行動やりやすいとか案外辛いとか面白いとか見つけていきましょうってことですね。そうですね、なんかで実際にそのコーチングをやっていく中で、こういうことが起こればいいんじゃないかと思ってる。ちょっと大げさな言い方するとクライアントさんが確かになんか、人生の主人公かもしれないと、でなんか、目的見つかってそれに向かって生きていくのっていいかもしれないと、でいうふうにちょっとでも思ってくれたらやっぱコーチング素晴らしいと思うし、でもう一個は実は目的もリソースとか現状に対する認識もそんなに正確なものじゃなくてもいいので、結局やりたいやれるの気持ちがちょっと上がって新しい行動が起こったら本当に素晴らしいコーチングだと思うんですよね。
で行動を起こしたらやっぱりそこからまた現実変わるし理解も変わるので、うん、実はなんか新しい行動を起こしてみようと思うぐらいに考え方がちょっと変わる、それからなんかエネルギーが上がるっていうことが起こったらなんか本当に素晴らしいコーチングなんじゃないかなと、まあ思いますね。要はあの、まあ、南の島高いとこ行きたいのか、うん、ちょっと涼しいとこ行きたいのかざっくり決めてそうですね、で沖縄行ってみてちょっと動いてみる、はい、あの渡嘉敷がいいのか、うんうん、そうですね、いいか行って、うん、ああ渡嘉敷じゃなかったって落ち込むじゃなくてああ大体いいけど、うん、もうちょっとあっちの方がいいよねって修正すればいいだけの話で、うん、そうですね。でなんか本当そうなんですよね。なんか渡嘉敷行ったらあのね、また別の島行った人の話も聞けたりとか、うん、やっぱりいろんなことが起きるから普段と違う行動をやっぱり起こしてみるっていうことができて、でそれがいい行動じゃなかったとしてもじゃあなんか本当はどうしたかったのってもう一回考えてみるって、うん、あのいうことを続けていく、なんかそのことの可能性を信じて関わり続けられたらなんかコーチとしては素敵なのかなと思いますね。まあ、コーチングに限った話じゃないけど、うん、まあ、なんで我々生まれてきてんのかなと思ったら、うん、まあ、肉体得て、ね、はい、生まれてきて、ね、これが生まれ変わるのか、うん、これっきりなのか、ね、うん、人の価値観考え方次第だけど、うん、間違いなく言えるのはなんでこの肉体があって生まれてきたかってやっぱ経験することで、うんうん、経験した時にはい経験しましたというよりは、うん、まあ、楽しいこともあれば、うん、大変なこともありながら、うんうん、いろんな体験した経験した、うんうん、その時にいやこれやりたかった、うん、やれたと決まればやりたくなかったとか、うん、やらなかったっていうのも含めて、うん、いろんな経験しながら、うん、最後振り返ってきて、うん、見てよかったと思えたら幸せなんじゃないか。本当そうですね。なんかあのだからそういう意味ではなんか究極の目的に向かって生きる人生じゃなくてもいいと思って、うん、その時々やりたいと思うことをやれて、うん、でなんか全体振り返った時にいやいろいろ試したなとか楽しかったなも、うん、あのすごくいいと思うんですよ ね。だからなんか本当に平本さんもそれこそあのねもし3週間で人生終わったらみたいなこととかそれから人生終わった瞬間から、うん、あの自分の人生振り返ってみるとかってワークでやってくれますけど、うん、やっぱりなんか本当にその生き切ってというか最後まで行って幸せな人生って何なのかなを考えることもやっぱりすごい大切だと思って、うん、あのなんかその人のなんかその時々の答えだと思っているものに向かってじゃあ少し行動を変えていくができるといいのかなと思いますね。はい、ということでございます、はい。